取りながらご説明していきます。じゃあまずは、89のシェルの素材です。さあシェルっていうのは何かっていうと、日本語で言うと銅っていう意味があります。この横の側面の部分ですね。この、はい、まあ、これ見ての通り木でできてます。中には金属でできているものとかもあります。でよくよく見ると、例えばこう色がついてるんですけども、これ全部木でできてます。まあ、こっちの中見るとね、あの木でできてて、仕組みとしては木の板を何枚もこう貼り合わせて、一番最後に、まあ、プラスチックのものですね、でそれに塗装してあるっていう、はい、ものとなっております。まあ、これはもうプラスチックもそのままなくて、そのまま木のまんまっていうものもあります。で今回その素材っていうところで、この木の種類だったりとか、まあ、鉄の種類っていうのをお話していきます。でこれ辺を知っていくと、例えば上手になって、まあ、高校生とか、まあ、バンドを組むとか活躍した時ですね、はい、その時にじゃマイスネアでも買おうかなみたいな、そうなった時に役に立つものとなります。で、素材どんなものがあるか、まず大きく分けて木でできてるか鉄でできてるかの、まあ、大きな2つです。でその他でアクリルっていうのがあります。まあ、クリスタルドラムとかよく言われる透明のやつですね。はい、クリスタルで、まあ、アクリルで、できているものです。で木でできているものです、実は今こっちのドラムセットで使っているものですね。これバーチって木でできています。バーチは床の材質でよく使われます。なのでとても硬い木です。以前スティックの種類の時に結構たまに話したりすることもあるんですけど、昔バーチの木のスティックを買ったんですね。でそれがオークよりも硬い木になってて、叩いても叩いてもだからちょっとへこむぐらいで、これずっと使えるんじゃないかと思ってたんですけど、硬いスティックを使うデメリットは一気に割れました。なんか気づいたらなんか亀裂が入っちゃってて、でもう本当に真っ二つみたいな形ですね。途中で欠けることもなく真っ二つに割れちゃったっていうのがあるんで、まあ硬いスティックだと一気に割れるっていうのはあるんですが、ここで使ってる限りはあんまり割れないです。普通の使い方するとですね。はい、であとまあ代表的なのでメイプルっていう木ですね。これもスティックでありました。はい、で今そっちのドラムセットのスネアドラム、実は特殊な木を使ってます。はい、ケヤキです。なんかゼロコバって呼んだりもします。ゼロコバ。はい、ケヤキの木使ってるんですね。はい、でできてると全然音も変わったりします。あとは、安いシリーズだとよくポプラっていう木を使ったり、ここから名前がいっぱい出てきます。珍しい名前、例えばビーチとか、ビーチって木があるのみたいな、そんな形ですけども、あとブビンガ、アッシュ、魔法がっていうんで、木の種類言えば大体あったりします。で最近だとヒッコリーっていうのもなんかちょっとだけ出ました。まあスティックの種類と一緒ですね、ヒッコリー。まああんまりないんでちょっと変わり種ではあります。あとこれも変わり種です。竹っていうのもありました。ただ昔竹の素材のができてて、今もうほぼ発売してないんで、何かしらトラブルがあるんだと思います。まあ、例えばわかんないですけど割れやすいとか、逆にちょっとカビちゃったとかっていうのはあるかもしれないですね。で次鉄の素材です。よく言われるのはあの硬貨、100円玉とか5円とか、その辺をイメージしているとわかるんですけども、まず1円であるアルミっていう素材です。5円とかでブラスバンドのブラスはこの辺から来てます。あとブロンズ、あと銅、これ英語で言うとカッパーって言います。でもブロンズと銅って一緒だと思ったらちょっと違うんですね、実は。はい、で銅で金銀っていくと思いきやないです。一応金のスネアドラムってあったんですけど、もう飾りでしたね。多分盗まれちゃうんでしょうね。はい、盗まれちゃうし、金って柔らかい素材らしいんですね。なんであまり叩くとへこんじゃったりとか。はい、
するんで、一応見たことあるんですけど、まあ、入れてないです。はい。で、あとスチールですね。スチール100円とかですね。あとステンです。はい。チタンとかはかなり高いです。ドラムセット、スネアドラムだけで20から40万ぐらいします。はい。あんまり実用的じゃないですね、そんなに金額いっちゃうと。ローズウッドっていうのも、あ、こっちか、今ちょっと出てきます。ローズウッドっていうのもありますね。まあ、ちょっと特殊ですね。はい。まあ、この中のたった5個です。まあ、ぜひ覚えておくといいのが、まあ、バーチ、メープル、まあ、アルミ、スチール、あと1個選ぶとしたら、まあ、ブラスあたりですかね。この辺は一番有名です。はい。まあ、そうですね。うん、そうですね。この辺がまあ一番有名かなと思います。一個一個、どの素材が違うと全く音も変わります。はい。ということで、5個ぜひ覚えてみてください。以上となります。